冠山から望む林道冠山線と金草、竹林道冠山線は、福井県今立郡池田町田代から、岐阜県伊比郡伊比川町塚奥山に至る林道である。冠山峠から望む冠山両端に、天線国道である国道417号の端点があり、大体路として、国道417号の一部のような状況になっている。迂回路として、 国道157号や国道158号があるが、国道158号は迂回路としては遠く、国道157号は、林道冠山線と道路の状態は大差ない。利用状況としては、冠山峠からは、冠山の絶景を見ることができ、観光林道として人気がある。冠山直下には、国道百十七号の徳山バイパスとかはち、 田代バイパスを結ぶ冠山峠道路が建設中であり、完成すれば、林道冠山線は、冠山への登山客の利用や、本来の林道としての役割のみを果たすことになる。岐阜川前線アスファルト舗装がなされており、一点車線ほどの道が続く林道としては走りやすい部類の道である。ただし、林道規定で定める。 自動車道1級相当の林道にもかかわらず、車道福音は自動車道2級相当の3.0メートルしかない。また、最小曲線半径や最急縦断勾配を満たさない箇所が多数存在するなど線形が悪く、ガードレールガードケーブルや縁石が置かれていない箇所や急カーブもあり、危険な場所も存在する。途中にある冠リ山峠では冠リ山を一望することができ、 V 字国の景観が大変美しいため、道幅の割に通行量が多い。また落石も若干見られる。走りやすいがここが林道だということを忘れると事故につながる可能性がある。岐阜県側は福井県側に比べて道路幅が若干広いため、冠山峠までマイクロバスや観光バスが来ることもある。 なお、福井県側は観光バスの通行は禁止されており、マイクロバスは許可証が必要である。岐阜県側、福井県側ともに、少量の雨でも崖崩れ等が発生することがあるため、通行可能かどうか事前に確認する必要がある。また11月中旬から翌年5月までの期間は、積雪による冬季通行止めとなるため、年間通行止め日数は170日を超える。 2006年に福井県側起点と冠山峠付近に開閉式ゲートが新設されており、当期はゲートが遮断されて進入禁止となる。また2008年に竣工した徳山ダムにより国道417号及び九林道の一部がダム湖に水没したため付け替え道路である国道417号。 徳山バイパスと、それに接続する徳山ダムの管理用道路である、蚊につけ替え道路が整備されて、塚冠無理山林道に接続している。岐阜県伊比郡伊比川町福井県今立郡池田町。ありがとうございます。